どうも。かなり前に、明智光秀さんぬれ衣説を見てみたけど。そういやあったね。調べてみると、本能寺の真相説は山ほどあって。どれくらい？主なものだけでもこんなに。多すぎるわ。漫画とかのネタになりそうなものがたくさん。そしてさらに、いろいろな説を組み合わせることもできるので。組み合わせちゃうとまた、恐ろしい数になってしまうよ。例えば光秀さんの同期と、秀吉さん家康さんの思惑が重なる、とかもありそうだもんね。うむうむ。組み合わせてるとキリがない。しかも困ったことに。有名な説はあるけど、定説はないらしい。おう。さてここにあるもの全部見ていくと、恐ろしく時間がかかりそうなので、気になるものだけ見ていくことにするよ。ふむ、良きに計らえ。さて、定説はないとは言うものの、一番多くの人に支持されてるのは、光秀さん単独、または圧倒的メイン、という見方じゃなかろか。そだね。学校でも大体そう習うね。でこの、光秀さんメイン説、大きく分けると、野望、怨恨、不安、大義。大体この4つに分けられるよ。四国問題は、怨恨、不安、大義、どれの原因にもなりそうね。そだね。でも突発説は？他にメインの理由があって、それプラス、きっかけということかな。ふむ、光秀さんが謀反を考えていたところ、たまたま、奇跡的に条件が整ったので、そこで思い切ってやってしまったと。うむうむ。さてこの中でも、最も古くからあると思われるのが、野望説。信長の野望。いや光秀さんの野望ね。まあ、戦国武将なら、野望ゼロなんて人いないだろうし。無難な説かな。太田隆一雑記には、あ、新潮後期書いた人ね。光秀さんは、五功を忘れ、欲にふけりて天下の望みをなし、と書かれてるよ。ふむ、同時代の太田さんはそういう認識だったのね。まあもちろん、太田さんは秀吉さんに仕えているので、秀吉さんの意向で、光秀さんを悪く書いてるんでしょ。という意見もあるけどね。まあありそうな話だよね。フロイスさんの日本史にも、角の利欲と野心が募りに募り、ついにはそれが天下の主になることを、彼に望ませるまでになったのかもしれない、と書かれてるよ。かもしれない、ね。うむうむ。結局のところ、野心なんて、証拠を残すはずがないので、確定できないんだよね。そりゃそうよね。誰かに仕えている立場で、天下人に、俺はなる、とか、書き残すわけないし、ルフィさんじゃあるまいし。ただ、証拠ではないかと言われる文書もあって、それがアタ500円と呼ばれるレンガだよ。本能寺の変が6月2日だから、直前なのね。うむうむ。時は今雨が下しるさつきかな。という光秀さんのホックが残されてるよ。これが何か？時は、光秀さんが土岐市支流なので、光秀さん自身のこと。雨が下しるは、しるイコール治める、支配するという意味なので。自分が雨の下、つまり天下を取るという意味。おう。でもこれにも反論があって。いやいやいや、謀反なんて極秘で進めなきゃいけないのに。直前に連座会開いて、ドヤ顔で発表するわけないでしょ、と。そりゃそうだね。あとは、もともと下なるだったのが、後で下汁に書き換えられた、という説もあるよ。なるほど。さて次、怨恨説。これもかなり多くの人に信じられてるね。怨恨説は、江戸時代に入って増えてくるようだよ。例えば、川澄太閤記その他に残る、有名なエピソード。光秀さんは信長さんから、家康さんの接待役を任されたよ。ふむ。で、信長さんが光秀さんの家に確認に行ったところ、魚が腐ったような匂いがしたので信長さんは激怒。この様子では家康のご馳走は務まるまい。と言って光秀さんを解任。それで光秀さんは大いに恥をかいたと。魚が腐ってちゃ仕方ないね。ただ太田隆一さんの新潮後期では、話がかなり違っていて、家康さんをもてなした場所は、光秀邸ではないし、3日間もてなして、解任もされてないそうな。へえ。同じ川澄太閤記に、これまた有名な、信長さんが光秀さんを折檻した、という話が出てくるけど、これについては祖父物語が詳しくて、祖父物語、おじいちゃんの昔話か。甲州征伐で、武田氏を滅ぼした後、信長さんと重臣たちが、集まったんだけど、そこで光秀さんが、我らが苦労した甲斐があったと、祝辞を述べたところ、信長さん激怒。いや怒りすぎでしょ。苦労しただと？己に何の功があった。と怒鳴って、光秀さんを殴りつけて侮辱したと。おう。それから次に、これはさすがに恨んでも仕方ないよね、と思わせるエピソードとして、
創建記などに見られるお話だけど、光秀さんが丹波や上条の旗の市を攻めた時、光秀さんは自分のお母さんを人質として差し出すことで、旗野さんらを誘い出して捕らえることに成功したよ。ところが信長さんの命令で、旗野さんとその従者全員が貼り付けにされたので、報復として、光秀さんのお母さんが、旗野さんの家臣に処刑されたよ。それはひどい話。それで光秀さんは信長さんを恨んだと。うむうむ。ただ実際には、光秀さんは、八上城を、普通に落城寸前まで追い詰めていて、母親を人質に差し出す必要なんて、さらさらなかったそうな。だから母親の件は、怨恨説を作るための、創作だと言われてるよ。おお、創作でよかった。ふーむ、怨恨説は、江戸時代になっていろいろ出てきてる印象だね。そうだねー。平和で身分が固まった時代だから。野心だけで主君を倒すなんて、説得力なかったのかな？そうかもしれない。信長さんが寄って光秀さんに絡んで、槍を突きつけて、金貨頭と罵倒したなんて話も、江戸時代に出てくるよ。ふむ。実際は罵倒どころか。佐久間信盛さんに宛てた、折檻状とかにも書いてあるけど。信長さんは、光秀さんを第一に挙げて、絶賛してるような印象だよね。そうだねー。続いて不安説。まあ、不安は誰もが持ってると思うけど。でも当時の特別な状況としては、1580年に、林秀貞さん、丹羽氏勝さん、佐久間信盛さん、安藤盛成さんら重臣が、相次いで追放になっていて。ふむ。このメンバーを見ると、信長さんよりずっと年上の人が追放されてるね。そうだね。信長さんは、1534年生まれだからねー。ずっと年上だから、扱いにくさがあったのかもね。そうかもねー。光秀さんの年齢は？諸説あって、最も高齢の説では、1516年生まれで、信長さんより18歳も年上。おお。ここに挙げられてる人たちと、年齢が近いんだね。うむうむ。そりゃ心配になっても不思議じゃないね。こういう状況に加えて、自分よりずっと年下の秀吉さんが、信長さんに寵愛されてるのがすごく気になる。強力なライバル。さらにさらに、四国問題では、光秀さんの方針より、秀吉さんの方針の方が、優先されたし。四国問題とは？もともと、信長さんにとって、三好氏が大きな敵だったのね。1568年の上洛の時も、それ以後の信長包囲網でも、三好三人衆とかと戦ったもんね。うむうむ。で、その三好氏はもともと、四国の阿波を本拠地として、勢力を伸ばしてきた人たちなのね。だからそれに対抗する意味で、四国の戦国大名、長宗我部元親さんは、信長さんからとっても重視されたよ。息子の長宗我部信親さんに、信長さんの信の字をあげちゃうくらい。そりゃ強い結びつきだね。で、光秀さんは信長さんの命令で、長宗我部さんと会うことも多く、長宗我部さんと友好な関係を築いていったよ。ふむ。でも、三好氏が勢力を失ってしまうと。今度は長宗我部さんが邪魔に？あの三好長慶さんの叔父にあたる、三好康長さんは、三好氏の生き残りをかけて、全力で信長さんのご機嫌を取り、さらに、秀吉さんの上を養子にして、秀吉さんとの結びつきも強めるよ。つまり四国政策としては、光秀さんと長宗我部さんのコンビを優先するか、秀吉さんと三好さんのコンビを優先するか、ということになったと。うむうむ。それで信長さんは、秀吉さんの方針を採用したと。そうだねー。そりゃさらに不安が増すね。その上光秀さんの面目丸つぶれで、怨恨にも繋がった、という説もあるよ。ふむ。それどころか、四国問題こそが、本能寺の原因としてはメイン。という説にも繋がるよ。四国問題がメインにあって、それを支えるように、不安とか怨恨とか義憤が出てくると。うむうむ。斉藤利光実行犯説というのもあるけど、この斉藤さんは、光秀さんの家臣で、長宗我部さんと婚姻関係を結んだので、斉藤さんが実行犯だという説にも繋がったよ。なるほど。さて次、大義説。2020年に、福知山氏と、福知山光秀プロジェクト推進協議会が行った。本能寺の変原因説50総選挙によると、そんな総選挙が、大義系の、暴君討伐説が圧倒的1位という結果に。おお、やっぱり信長さんといえば、未だに怖い人のイメージなのね。最近の研究で、随分印象変わったはずだけど。まあ、晩年は病気の影響で苛烈になった、という説もあるけど。あれ、これ秀吉さんがメイン、っていう表を足すと、
1位になるんじゃ。それは後で見るとして。まあ暴君討伐説の場合、他の説とセットになりやすいよ。朝廷のためとか、足利将軍家のためとかだと、朝廷黒幕説、足利義明黒幕説に結びつきやすいね。うむうむ。仏教関係が黒幕、という説とも結びつきやすい。そうだねー。ただでも最近は、信長さんはすごく権威を重んじた、っていう印象になってきてるよね。そうだね。朝廷を大事にしてるし、挙兵した足利義明さんに対してさえ、出家しますからとまで言っては僕を申し出てるし。うむうむ。その上信心深かったそうだし。何でもかんでも武力で踏み潰す暴君、というイメージは、最近はないかな。ところで、源平交代説とは？これがよくわからなかったけど、信長さんは途中から平氏を名乗るようになって、一方で、光秀さんの祖先とされる土岐氏は源氏なので、平氏政権から源氏政権に戻す、という考えから本能寺の変を起こした、ということなのかな？でもそれだと動機としては弱い気がする。補助動機という感じかな。うむうむ。ということで次に、黒幕説で気になるのはあるかね。やっぱりさっきの総選挙でも多かった、秀吉さんが首謀者という説でしょ。まあ、結果的に一番得してるもんね。それに、以前の動画で見た、中国大返しの手際の良さや、戦後の、織田勢切り崩しの、異常な速さは、前もって準備してたからでしょ。と、疑われる要因となるよ。うむ、怪しい。あと、毛利さんと戦ってる最中の秀吉さんが、援軍要請してくれたからこそ、他でもない、信長さんの命令で、光秀さんは誰にも疑われることなく、大軍勢を動かすことができた、というのもあるよ。ますます怪しい。さてこれに対する反論としては、まず、新朝綱紀によると、秀吉さんへの援軍を発案したのは、信長さん自身なんだそうな。秀吉さんの要請じゃなかったと。うむうむ。それから、変の後、秀吉さんの長浜城は、明智勢に奪われてるし、お城にいた秀吉さんの親族は、急いで避難してるよ。光秀さんと手を組んでるなら、そんなことにはならないはずだと。そして一番大きいのは、最後、山崎の合戦で、光秀さんが秀吉さんに、黙ってやられるのはおかしい。黙って命を奪われるはずはないね。それに対しては、光秀さんは実は生きていた、なんて説も出てくるけど。光秀展開説か。その場合は家康さんも引き込むことになるね。でもそうなると、びっくり説を別のびっくり説で支える形に。ちょっと厳しいかな。じゃあ、秀吉さんは、光秀さんと手を組んだんじゃなく、光秀さん自身が決断しているよう思い込ませておいて、実は操ってたということは？それだと秀吉さんはもう孔明さんみたいなことに。ふむ。何かがちょっとでも違ってたら、毛利さんと明智さんに挟撃されたかもしれないし。それは怖いね。信長さんの寵愛を受けてた秀吉さんが、そこまでギャンブルする必要はないんじゃないかと。次に気になるのは、やっぱり家康さんかな。動機は？信長さんの命令で、家康さんは奥さんの築山殿と、嫡男信康さんの命を奪ったという話もあるし。それが本当なら恨んでも仕方ないね。信長さんが家康さんを暗殺する、という風説もあったそうで。それはないかな。本気の暗殺計画が、風説になって一般人にバレバレとかありえない。そうだねー。家康さんが、妻子の命を奪った事件についても、信長さんの命令ではなく、徳川家内部の問題だった、っていう説もあるしね。ふむ。あと、光秀さんからすれば、信長さんとずっと同盟してる、家康さんに、謀反の話を持っていくのは無理がありそう。あっという間に信長さんに伝えられて終わりそうだよね。どうせ話を持っていくなら、武田維新とか、北条さんとか上杉さんの方がまだ望みはある。イギリスオランダがなぜ信長さんを狙う？信長さんはポルトガル、スペイン、つまりハプスブルク家と手を組んだので、イギリス、オランダはそれに対抗して、光秀さん、家康さんを動かした。という説。なるほど面白い。で、江戸時代には、オランダだけ残ると。うむうむ。まあ信長さんならイギリス・オランダとも、喜んで手を組みそうだけど、足利義明さんとか毛利輝元さん黒幕は、ありそうでないかな。秀吉さんの中国大返し、黙って見送っちゃったし。そうだねー。織田信忠さん黒幕説というのは、前に光秀さん濡れ衣説で見たね。うむうむ。長男の信忠さんらが、父親信長さんを隠居させようとして、光秀さんに包囲してもらったところ、
信長さんが早まったことをしてしまった、という話だったね。命を取るつもりはなかったってやつね。あと一番わけがわからないのは、なんで森蘭丸さんが黒幕？これもよくわからないんだけど、信長さんと心中するために、光秀さんを陥れて、謀反を起こさせたと。心中じゃなくて心中かよ。石原慎太郎さんが書いてるそうなので、小説ネタかな。なるほど。あとは、イエズス会がなぜ信長さんを狙うの？信長さん、イエズス会を保護してたのでは？この説によると、イエズス会は信長さんを利用して、スペインの日本征服、中国征服に役立てようとしたけど、信長さんたら操られるような人物ではないので、信長さんに対していろいろ思うところのある光秀さんに働きかけ、本能寺の変を実行させた、と。なるほど。長いことありえないとされてきた説だけど、最近また、見直す流れもあるそうな。そうなのね。あと気になるのは、濃姫、貴重さん関与かな？光秀さんは最初、斎藤道三さんに仕えていたとも言われるんだけど、斎藤さんは、貴重さんのお父さんでもあるのね。意外に縁が深かった。それで二人の理想の君主は、斎藤道三さんだったんだけど、信長さんがその理想から、あまりに離れてしまったので、それで命を。うむうむ。そこまでやるかな。わからぬ。結局のところ、証拠が少なすぎて。やばい事件だから、関係者が証拠隠滅したに違いない。それでこんなにもいろんな説が出てきたんだけど。おかげさまで小説とか漫画のネタには困らないね。うむうむ。ということで、長くなったのでこの辺で撤退。じゃ。ふむ。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。